昨今、YouTube は規制が厳しくなりました。そこで、今の YouTube にちょうどいいピエロの言葉をモカさんがここで決めちゃってください。3つほど候補を選んで、その中で1番を決めてください。とのことです。なんだろうな。単語、なんか、ちょっとエッチな言葉。最近よく見かける言葉の中でエッチだなって思うのはお持ち帰り。お持ち帰りのお惣菜とかお弁当とか多いじゃないですか。まあでもちょっとそういう時のね、あれにも使いますよね。いいイメージではないけど、なんかちょっとチャラい感じだけど、ちょっとエッチにはちょうどいいかも。あとはなんだろうな。満喫とか、漫画喫茶とかの満喫、略して満喫って言うじゃないですか。なんか、いろんな意味に捉えれる感じがする。満喫って。なんか漫画喫茶自体もちょっといやらしいイメージ、ちょっとだけあるし、その満喫っていう略し方も、ちょっと、きつめの。ね、みたいな感じもするし、なんかちょっとエッチな感じ。しなくもなくもないって感じ。あとはなんだろうな。スタンディングオベーションとか。スタンディングオベーション。こういう感じ。なんとなく、スタンディングな。オベーションな感じが。何言ってかちょっとわかんないけど。今3つあげましたよね。お持ち帰りと、満喫と、スタンディングオベーション。その中で1番か。想像をかきたてる的な意味だと、漫画喫茶の満喫かな。ただ想像をかきたてる系。エッチな感じがする。